原ゆい子です。大原ゆい子のチルアウトラジオ、今週も始まりました。第80回目の放送です。80回です。さて、今日6月11日はこの日が暦の上で梅雨入りを意味する雑節の一つ、入梅になることが多いことから傘の日なんだそうです。なんか梅雨入りって聞くだけでゾッとしますけども、はい、もしかしたらね、配信の今日も梅雨に入ってるんじゃないかなと思いますが、今この収録してる日もね、実は雨なんですよ。嫌ですね。まあでもね、出かける日は嫌です。出かけない日はまあ別にいいかなって感じ。むしろ出かけない日の雨はラッキーって思ってすごい好きだったりしますね。性格悪いな。でも恵みの雨とかもありますしね。別にすごい嫌いってわけじゃないんですけども、そう、ここにも書いてあるんですけども、女性は髪が広がったり逆にぺったんこになってしまうという方も多く、雨の日が憂鬱という方も多いですよねって書いてあるんですが、私はね、例に漏れず髪がぺったんこになって広がるんです。よくわかんないですよね。矛盾してるんですけど、髪はね、私すごい、なんて言うんだろう、直毛じゃないけど、どっちかっていうとストレート目なんですよ。あんまり、くせっけっていうほどくせっけではないんです。だけど、髪が細すぎて、すごい水分を吸って、アホ毛が立つんですよね。ライオンじゃないな。ポメラリアンみたいな。なんて言ったらいいんだろう。アホ毛なんです。とにかく。アホすぎても、アホ毛どころじゃないぐらい、毛が立ちます。はい。アホ毛ですね。はい。そんなアホ毛が立ってしまうんですけども、もうね、さっきも、全然、なんかもう髪の毛、どうしたらいいかなと思って、いろいろインターネットで調べては、ああ、これはあんまり髪の毛広がらないみたい。でも広がらなすぎても私ぺったんこになっちゃうからな、どうしようかなとかね。メイクさんになんかいろいろおすすめな品物とか聞いたりとかするんですけどね。どうしても髪がぺったんこになってものすごく嫌です。はい。どっちかにしてほしい。広がるかぺったんこになるかどっちかにしてほしい。はい。ちょっと長くなりましたけど、大原さんはお気に入りの傘はありますかということで、そうですね、傘の日ですもんね。お気に入りの傘とか、傘は何本ぐらい持ってますかということなんですが、2本ですね。2本、1本、実家にいる時から持ってた傘で、母が買ってくれた傘で、それを大切に使ってまして、でもなんか1本だと物足りないな、もう1本買おうかなと思っていろいろ探してたんですけど、なんかどれもしっくりこなくて、なんだかなと思ってたら、母がね、ある日会った時にくれたんですよ、1本。すごいですよね。で、それが2本になりました。どっちもすごい私好みで、なんて言うんだろう、なんかこう服とかにも響かなければ、全然こう派手とかじゃない、私はそういう傘が好きなんですけど、そうだから、そのお気に入りはね、その2本ですね。ビニール傘とかも行って買ったりとかするんですけど、すぐ捨てちゃいますね、ダメになるから。あんまり好きじゃないですね。はい。少し前から濡れてる部分が内側に来るように閉じることができる逆さ傘も話題ですよね。使ったことありますか？あ、ないです。見たことはでもあります。ああいうのってね、電車乗った時とかに他のね、周りの人に迷惑にならなくていいですよね。でも私、なんて言うんだろう、サラリーマンとか OL さんとかではなかったっていうか、まあじゃないからかわからないですけど、その学生時代以外に満員電車に乗るってそんなにないんですよ、大人になってから。まあ早い時間に出なきゃいけない時とかは乗りますけど、そんななんかすごいこうね、あるわけじゃないので、長い傘を持って乗るのが迷惑だっていう、その常識をそんなに知らなかったんです。でもなんか諸説あると思うんですけど、なんか長い傘を持って満員電車に乗るのは迷惑になるみたいなのを一回コラムで読んで、そうなんだと思ってから、
電車乗るときは割と折りたたみ傘にしようっていう気持ちではいますね。うん、なんかね、でももう本当に私ギターを持って出ることの方が多いので、ギターを持ってるともうギターも邪魔だし、でも傘、折りたたみ傘だと濡れちゃうから、もうごめんなさい、もう大きい傘ですいませんみたいなね時があるんです。しかもね、なんか傘持ってギター持って旅行用というか、なんだっけあれ、ガラガラキャリーバッグ、そう、そのね3点を持ってる時がたまにあるっていうか結構あるから、それが本当に嫌ですね。もう申し訳ない気持ちになるんです、もう周りの人にね、もう好きで持ってるわけじゃないんです、でももう乗るしかないんです、ごめんなさいっていう気持ちで乗ってます。だからお気に持つとかね、持ってる方とか見ると大丈夫だよって声をかけたくなる気持ちになります。はい、そんなちょっと脱線しましたが、はい、傘って大変だなっていう話でした。はい、最近はビニール傘でも可愛いクリームソーダ柄のものやオーロラ柄のものが売られていて、乙女心がくすぐられますよね。 WPC では WPC っていうの、WPC では去年に引き続きドラえもんの絵柄の傘が販売されているとか、さまざまなドラえもんの表情がの傘があって可愛いですよ、傘を使うのが楽しみになりますよねと来ていますが、確かにこれ可愛いですよね。いや、可愛すぎて、そう、絶対使えないんです私。もったいないっていうのと、もう一個はちょっとこう若干照れちゃうみたいなね。別に人が使ってるの見てね、なんかうわとかは絶対思わないし、いいなって思うんですけど、なんか自分が使ってるところを想像するとちょっと照れちゃって、なかなかね使えないですね。ドラえもんの傘可愛いんだよな。うん、可愛いんですけどね。オーロラのもね、すごい欲しいって思ったんですけど、そう、なんか人が使ってんの見て欲しいなと思ったけど、自分で使ってるとこ想像してちょっと照れちゃって買えなかったなんかありませんか、そういうの。ありません、ありませんかね。ということで、ちょっといろいろ話しすぎましたが、今週も大原ゆい子のチルアウトラジオとともに、あなたと寝る前の時間を一緒にまったり過ごしましょう。番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールアドレスはゆいちる radio@gmail.com です。メールアドレスのスペルはこの動画の概要欄からもご確認いただけます。そしてツイッターなどで感想をツイートしていただく場合はハッシュタグゆいちるをつけてツイートしてください。それでは今日もまったりお聞きください。大原ゆい子のチルアウトラジオ。大原ゆい子のチルアウトラジオ、略してゆいちる。さて、ここでは皆さんに募集したメールテーマ、好きな卵料理のメールを紹介させていただきます。好きな卵料理、これは結構いろいろあるんじゃないかなと思うんですけども、まあメイン料理もあってデザートもあっていろいろありますが、私が好きな卵料理、これ結構悩みますよね。でもそう、よく作る卵料理と同じなんですが、目玉焼きですね。360日、まあ300、大げさに言ったら360日、大げさに言わなかったら340日ぐらいはね、目玉焼きを食べてます。本当に本当にほぼ毎日、家にいる日は絶対、たまに目玉焼きじゃなくてゆで卵とかもありますけど、ほぼ本当に、うん、本当に誇張せずに300日以上食べてますね。はいそのぐらい目玉焼きは好きです。毎日食べても飽きません。卵料理の定番といえば卵焼きですが、卵焼きといえばもう甘い卵焼きやだし味の卵焼きなどいろいろありますが、小原さんの好きな卵焼きの味は何ですか。うん、でもやっぱ甘いのが好きです。だしが入ってるやつでもそうなんですけど、甘いのが結構好きですね。あ、ショパンでももちろん好きですよ。だしだけのとかも好きですし、うん、
別に味しなくても、味かければ美味しいから味しなくても好きですけど、一番やっぱり好きなのはお母さんが作ってくれてたチーズが入ってて砂糖が入ってるやつが好きです。なんで多分私が作る卵焼きは甘くしてチーズを挟んで、なんかちょっとこう溶けとろっとしてるやつですかね。うん、今まで食べたもので印象に残っている卵料理ありますか？前もね、なんかユイチルで話した気がするんですけど、スコッチエッグがやっぱり卵料理で私の頭の中に残ってますね。なんかミートローフみたいな、ハンバーグの中にゆで卵が入ってて、それを衣つけて揚げたみたいな、あれは本当に手間かかりまくりますし、でも美味しいっていうのでね、好きです。はい。あと卵にベーコン巻いて、なんかちょっとこうトロトロして煮るやつ、ゆで卵にねベーコン巻くやつ、あれも好きですね、美味しい。はい。あとサンドイッチとかのね、ゆで卵とかも結構好きですね、美味しいですよね。なんか卵の話してたら卵食べたくなってきちゃいますね、これ。じゃあ皆さんからのメステロメールをメステロじゃないかメールも紹介していきたいと思います。ありがとうございます。ラジオネームふみやさんからいただきました、ありがとうございます。僕の好きな卵料理は母の卵焼きです。うん、だし巻き卵と言うと思いますが、だし巻き卵とも言うと思いますが、ホテルのだし巻き卵やスーパーのだし巻き卵を食べると余計にやっぱり母の卵焼きは美味しいなと感じます。ふみやさんわかる、同じですね、私もそうです。別にホテルのだし巻きとか、ね、居酒屋とかで出てくるのがまずいわけじゃないんです、美味しいし、あれはあれで好きなんですけど、やっぱり母の味ですよね。だってお弁当にさ卵焼き入っててさ、もう嬉しくなっちゃいますもんでもそれがだし巻きで、そのスーパーで買ったやつとかじゃなくて、お母さんが作ってくれたあの味だから嬉しいんですよね。わかるな、なんか今食べれないからこそ美味しいよなあれってなります。なんか真似して作ってもなんかちょっと違うんですよね、何なんだろうな。でもふみやさんね、きっとそれお母さんに言ったらお母さんすごい喜ぶんじゃないかなと思うので、ぜひこのメールをご送信してお母さんに送ってあげてください。はいありがとうございます。じゃあ次、ラジオネームまーさんからいただきました、ありがとうございます。好きな卵は、好きな卵じゃない、好きな卵料理はスクランブルエッグです。油の代わりにバターでスクランブルエッグを作るとまろやかになり絶品です。ゆいこりんもぜひ一度お試しくださいといただきました、ありがとうございます。いや、久しく作ってないです、スクランブルエッグ。言われるまで忘れてましたね、むしろ卵焼きに失敗した時に、っていうか私ね、すごい、なんでだっけな、なんかね、油引くの忘れたかなんかで、あ、やばい、油引くの忘れたって言って、そう、そういう時ね、スクランブルエッグにします。こびりついても、まあ、いっか、みたいな感じでね、カシャカシャしてやったことありますけど、バターでやったら美味しそうですね、スクランブルエッグ。それこそ私ホテルのスクランブルエッグとか好きです。ケチャップやっぱかけてあれ食べるの美味しいですよね。うん、なんか卵料理ってすごいですよね、かけるもの全部違うじゃないですか、醤油かけたかったりとか、てか何でも合うし、卵ってすごいですね。卵こそ万能料理なんだろうな。スクランブルエッグ、明日なんかちょっと久しぶりにスクランブルエッグにしようかな。うん、ちょっと試してみたいと思います、ありがとうございます。でもスクランブルエッグ出てくる家ってなんかちょっとこうイタリアンな感じしますよね。フレンチかな、どっちだろう、あれってフレンチイタリアンどっち、でもサイゼにないからフレンチか。はい。じゃあラジオネームミットさんからいただきました、ありがとうございます。好きな卵料理はシンプルにチャーハンです。
チャーハンもそっか、卵料理の一種か。米と卵は相性抜群ですからね。うん、チャーハンの元や具として使う食材がなくても卵を多めに炒めて、醤油と塩コショウという最低限の味付けだけで作るズボラ卵チャーハンをよく作ります。さじ加減で味を濃くしたり薄くしたりできるのでシンプルだけどおすすめですよといただきました。あー、いいですね。なんかザ男の料理っていう感じじゃないですか。チャーハンっていうとね、土曜日曜のお父さんの料理っていうイメージなので、なんかね、ミートさんはそういう料理を作られるのかなって今一瞬思っちゃいましたけど、確かに手軽に作れて、こうね、お腹いっぱいになるから、卵が一つあるだけで結構満足しますよね。なんなら私、目玉焼きだけでご飯頑張れば3杯ぐらい食べれる気がしますもん。気がするだけですけどね。うんうん、ちょっと話脱線するんですけど、卵1パックいくらの買いますか、皆さん。なんか1パックいくらの買うか論争みたいなのありません？私、なんか実家でなんか母が卵は絶対に高いのを買った方がいいみたいな、なんかそんなこと言ってないよって俺母聞いてるからね、もしかしたら言われるかもしれないですけど、卵だけはなんかお金をけちっちゃいけないみたいなことを聞いた気がするんですよ。なのでその教えをのっとって卵だけはなんか高そうなやつをどの卵がいいとかじゃなくて、とりあえず値段の高そうな卵を買うんですね、ちょっと変なこだわりがあって、はい。それ皆さんどうなんですかね、いくらぐらいの、てかでも高いと思ってももしかしたらそれ高くないのかもしれないですもんね。1個100円とかありますもんね、きっと。そんな高いやつ買ったことないですけど、うん、いくらの買いますかね。もし見てたら皆さんコメントで教えてください。はい、脱線しちゃった。じゃあ次、ラジオネームおみやさんからいただきました。ありがとうございます。卵料理は基本的にどれも好きですが、その中でも一番やっぱりカツ丼です。あ、カツ丼。子供の頃に見たドラえもんの映画で某ガキ大将が食べていたのを見て興味を持ったのですが、サクサクのとんかつや熱々のご飯がふわふわとろとろの卵と融合した時に作り出すハーモニーは唯一無二の存在だと思いますし、お肉だけじゃなくて野菜もそれなりに取れる上にすごく食べやすいので個人的にもありがたい存在です。ちなみにゆいこさん何丼が好きですかといただきました。ありがとうございます。カツ丼、ジャイアン、あれかな、グルメテーブル家系で出した時かな、どれだろう、どの、なんかね、どの映画だろう、わかんないけど、とんかつは美味しいですよね。とんかつは美味しい。でも私、卵とじがね、ちょっと苦手なんですよ、若干。なんだろう、だしみたいなのをかけて、サクサクが、なくなるのは嫌なんです。でも、もしかしたらおみやさんが言ってるやつは、サクサクのとんかつにふわふわの卵を融合した時に作り出すハーモニーって書いてあるから、もしかしたらサクサクのままなのかな。サクサクの卵、サクサクのとんかつとトロトロの卵だったらいける気がする。けど、ちょっと苦手ですね。カツ丼はだから私自分で頼んだことないかもしれないです。そこにあるから食べるっていうことぐらい。カツ丼ね。何丼が好きかって言われたら海鮮丼かな。うん、揚げ物系よりもやっぱ海鮮が好きですね。はい。あとはうな丼。うなぎとか。でも野菜取れるっていうの、これちょっとどういうこと？三つ葉とかってことですか？玉ねぎがってことかな？カツ丼って玉ねぎと三つ葉ぐらいしか残ってない気がしたんですけど。あれ、そういうことかな？どうなんだろう？おみやさん、どうなんですかね？はい。いやー、まあ、でもなんかアニメに出てきたものってめちゃくちゃ美味しそうに見えますもんね。わかるな。私、のび太がカップラーメン食べてる漫画でね、
のび太よくカップラーメン食べてるんですけど、それ見るたびにすごいカップラーメン食べたくなりましたもん。でも子供の頃そうカップラーメンほとんど食べたことなかったから、なんかね、のび太いいなってちょっと思って豚麺食べたりしました。はい、わかります、ありがとうございます。そうか、カツ丼も卵料理か。では次のメールを読ませていただきたいと思います。ラジオネーム旅人のひろさんからいただきました、ありがとうございます。僕の好きな料理、卵料理はキッシュです。ホロホロになった卵生地にしめじやほうれん草、ベーコン、トマトなどたくさんの具材が入っているだけでも贅沢なのに、サクサクのパイ生地が全体を包み込んでいて、キッシュ一つでいろんな食感や味が楽しめるのはたまりませんといただきました。わあ、美味しいですよねキッシュって。名前もおしゃれだし、旅人のヒロさんはなんかおしゃれですね。いや、キッシュいいですね。うん、キッシュは確かにベーコンもトマトも、本当にいろんなね、玉ねぎとかも入れたりしますしね。なのでおみやさん、野菜取れますよキッシュ。カツ丼みたいにカツは入ってないですけど、キッシュいいですね。私も好きだな。吉祥寺のね、お店で食べた、洋食屋さんで食べたね、キッシュがめちゃくちゃ美味しくて、なんかね、前行こう、今度行こう、今度行こうと思ってずっと行けてないので、ちょっと思い出したから今月中に行きたいな。はい、食べたい。あとね、姉がね、昔作ってくれたキッシュも美味しかったな。キッシュ自分では作んないけど、うん、人が作ったものなら美味しい。はい、いやー、なんかいろいろ卵料理ってありますね。思い出されるまで、なんか私卵しか使っちゃいけないって勝手に思ってたから、なんかね、目玉焼きとか言っちゃいましたけど、でもまあ、でもやっぱり目玉焼きが一番好きかな。あとはラーメンに乗ってる味玉かな。うん、はい、ということで皆さんも好きな卵料理のメールたくさんありがとうございました。はい、ということで今回はね、卵料理だったんですけども、今度は違う募集したいメールテーマを紹介したいと思います。皆さんに募集するメールテーマは胸キュンエピソードです。最近あったことでも、昔あってずっと印象に残ってるよっていう胸キュンエピソードでも、まあ、ちょっと胸キュンかわかんないけど人が聞いたら胸キュンかもしれないなぐらいのエピソードでも大丈夫ですので、ぜひ私を胸キュンさせてください。お待ちしております。さて、続いてのコーナーは大原ゆい子が外国語を学ぶゆいトークのコーナーです。今はね、なかなか海外に行くことが難しいんですけども、このゆいトークのコーナーで外国語をね、一言ずつ学んでいこうと思っております。ということで今回も旅先で使える単語をね、ちょっとずつやっていきたいなと思います。そして今回は、56回目以降2回目の中国語をやりたいと思います。中国語ってなんか続けて言うの難しそうですよね。うん、最近なんかね、韓国ドラマ見てると韓国語って割と短い、なんか勝手なあれですけど、単語が短いからすごい言いやすいんじゃないかなって勝手に思ってるんですよね。はい、あ、ちょっと脱線しましたが、中国語をやっていきたいと思います。で、まず最初は、旅先で使える行き先を教えてください。行き先を教えてください。请你告诉我怎么走難しいな。请你告诉我怎么走。请你告诉我怎么走。请你告诉我怎么走。我怎么走。请你告诉我怎么走。行き方を教えてください。请你告诉我怎么走。これね、なんて言うんだろう。振り仮名がね、読み仮名みたいな、ローマ字みたいな、ローマ字じゃないみたいなやつで振ってあるんですけど、難しいですね。人民関数ウォンザンメンゾン。でもなんだろう、中国語ってすごいあれですね、韻を踏んでるわけじゃないけど、こう語感がいいですよね。語感が
日本語ではあんまないこの語感の良さというかね、心民関数文章面談みたいな。次、今の生き方を教えてくださいっていうのだったんですけども、今度は荷物は預けられますか。これはホテルとかでも使えますね。我的行李可以寄存吗？我的行李可以寄存吗？我的行李可以寄存吗？難しい。我的行李？我的行李可以寄存吗？我的行李？我的行李可以寄存吗？可以寄存吗？やっぱりね、なんか単語は割と言えたけど、長いと難しいですね。我的行李可以寄存吗？可以寄存吗？我的行李可以寄存吗？我的我的敵行きりかいきぞんって、あのね、漢字はね読めなくはないんですけどね、それを我的行李ってね読めない。我的行李可以寄存吗？寄存吗？寄存吗？我的行李可以寄存吗？うまく言えてる気がしない。なんかね、ちょっと話脱線するんですけど、次の言葉はちょっとこう検索してるときにね、私のお友達でトウ・シーハオくんっていう子が、中国人のお友達でね、小学校の時にいたんですよ。でその子はね、日本語を小学校の時に転校してきたかなんかで、私も転校生で初めて会ったんですけど、そう、日本語ペラペラだったので、全然中国語で会話することも一切なかったんですけど、小学校の時ずっとトン・ツーハオくんって呼んでたんです。みんなトン・ツーハオくんって呼んでたのに、中学校に上がってからトンくんのところにトウ・シーハオって書いてあって、え、なんだろうと思ったら、僕の名前ずっとみんなトン・ツーハオって呼んでたけど、トウ・シーハオなんだよって言われて、そうね、カミングアウトと言いますか、4年生、5年生、6年生の時ずっとトンくんトンくんで呼んでたのは申し訳ないなっていう気持ちになったっていう思い出があります。トウくん元気かな。はい、まあ何してんだろうね。ってことで次行きたいと思います。すみません、注文しますってウェイターさんを呼ぶ時ですね。服務員、我们点菜。服務員、我们点菜。服务员、我们点菜。この振り仮名のところにウーマンって書いてある。服务员、ウーマン、我们点菜。服务员、我们点菜。我们点菜。これね、きっと中国で、中国語で喋って、中国の方とコミュニケーション取るっていうのは、絶対難しいっていうか、絶対できない気がする。私は今そう悟りました。韓国語はね、そうだから本当になんか言えるような気になるくらい、なんか日本語で発音しやすい気がするんですよ。中国語は同じアジアでもやっぱ難しいですね。洗手間在哪里？洗手間、洗手間在哪里？あ、すみません、言い忘れてました。お手洗いはどこですか？洗手間在哪里？洗手间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 在哪里？间在哪里？洗手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 间在哪里？だからトイレに行きたい時だけは行けそう、これ。洗手间在哪里？洗手间在哪里？洗手间在哪里？洗手が遅延するで、洗手间在哪里で、お手洗いはいける。私、注文とね、荷物は預けられないけど、トイレには行けそう。洗手间在哪里？はい、皆さんも今のでね、お手洗いには絶対行けるんじゃないかなと思います。ぜひ無職転生を思い出して、洗手间在哪里ですね。间在哪里？はい。ということで、トイレには行ける中国で。ということで、ここまでです。いやー、難しいですね。同じアジア圏だったら、なんとなくなんか読めるんじゃないかなって思いますけど、いや、難しい。やっぱり。なんか英語とかともまた違いますしね。もうちょっとこれは勉強するべきですね。ということで、以上、ゆいトークでした。
ああ、この音が鳴ったということで、ここからは大原ゆい子が弾き語りをするコーナー、ゆい子マリ歌のコーナーです。ここでは、大原ゆい子が演奏したい曲、皆さんからのリクエストにも答えしていこうと思います。今回のリクエスト曲はですね、ラジオネームじゅんちゃんさんからいただきました。大貫妙子さんの横顔という曲をリクエストします。あまり知られていないかもしれませんが、とても愛おしい曲なので、ぜひゆいこりんに歌ってほしいのです。よろしくお願いしますといただきました。ありがとうございます。この曲はちょっとね、私存じ上げなかったんですけども、大貫妙子さんの曲は、あれはいくつの時だろうな、小学生だったか幼稚園生だったか、小学1、2年ぐらいの時かな、ヤマハ音楽教室で歌ったので、一番最初に大貫妙子さんのこと知りましたね。ピーターラビットと私だっけ？曲名なんだっけな。そう、あの曲すごい好きなんですよ。ピーターラビット、ラビットと私だった気がする。あ、そうそうそう、ピーターラビットと私、これ歌った時に結構衝撃を受けましたね。こんななんかすごく自由で楽しい曲があるんだなと思って。そうね、素晴らしいシンガーソングライターさんだと思っております。なのでこの曲もね、存じ上げなかったんですけども、なんかね、もう私の好きがすごく詰まってる曲で、なんだろう、この歌詞の人物実は私なんじゃないかなってぐらい、なんか私っぽい性格だなぁなんて思いながら歌っておりました。メロディーラインもさることながら、編曲の感じがね、めちゃくちゃ好きですね。本当とても素敵な曲に巡り合えたなぁなんて思っております。じゅんちゃんさん、ありがとうございます。いや、とてもいい曲なので、原曲の方も聴いてほしいなと思いますが、ぜひ、じゃあ今日は大原ゆい子のカバーで聴いてください。大貫妙子さんのカバーで横顔。お送りしたのは大貫妙子さんのカバーで横顔でした。はい、ね、いい歌詞だし、いい曲だし、いい編曲なので、ぜひ原曲の方を聴いてみてください。こちらのコーナーでは皆さんからのリクエストもお待ちしております。曲名とアーティスト名を書いて、ぜひメールで送ってみてください。曲に関する思い出なども書いていただけるととっても嬉しいです。皆さんからのリクエストお待ちしています。大原ゆい子のチルアウトラジオ。
そろそろお別れの時間となりました。最後に大原ゆい子からのお知らせです。劇場版からかい上手の高木さんは公開中でございます。もう皆さん見たよって方の方が多いかなと思いますが、ぜひ見てみてください。そして劇場版の主題歌を担当させていただいております。始まりの夏もぜひたくさん聴いてください。あとは7月13日には、そんな主題歌などを収録したアルバム「アイランドメモリーズ」が発売になります。同時発売の、高木さん の, あのカバーソングコレクションと一緒にあの DVD もついてくるセットでね、劇場版メモリアルボックスというものがありまして、そちらの方もぜひあのチェックしてみてください。あとはワンマンライブゴニョゴニョラララその3始まった夏は7月10日にあります。会場は横浜ミントホール、日曜日でございます。チケットはチルアウトクラブ選考もスタートしております。そして選考はね、明日の12日23時59分までとなっておりますので、ぜひまだだよって方はチェックしてみてください。あと有料コンテンツ始まりまして、チルアウトクラブの方もぜひ見てみてください。あとは無職転生のテーマソングコレクションもぜひチェックしてみてください。あとみんなでどうもくんは、毎月第1土曜日お昼12時から E テレにて放送です。来月もね、ぜひ見てみてください。あとはオープニングを歌わせていただいている花かっぱも平日毎日放送しております。見てみてください。そして大原ゆい子は財布のお札の向きを揃えていません。揃えてはいませんが、お札出すとき、なんて言うんだろう、お札をね、店員さんに出すとき揃えます。自分がレジしてたときにそれされると嬉しかったので、いつもそれで出してます。など個人的な告知、すべての情報は大原ゆい子公式ホームページをチェックしてみてください。ツイッター、インスタグラムもやっております。チラウトクラブの方もぜひチェックしてみてください。いずれも大原ゆい子で検索してみてください。そして番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールアドレスはゆいちる .radio@gmail.com です。ふつおた、あとは質問などぜひどしどしとお待ちしております。メールアドレスのスペルは概要欄からもご確認ください。そしてツイッターなどで感想をツイートしていただく場合は、ハッシュタグゆいちるをつけてツイートしてみてください。そしてこの番組はこの番組の放送もアーカイブとして過去の配信として残っておりますので、皆さんの好きな時間に何回でもお聞きいただけますので、過去の配信もぜひたくさん聞いてみてください。それでは大原ゆい子のチルアウトラジオ、略してゆいちる、また来週この時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は大原ゆい子でした。バイバーイ。